ダニエル・ゴットリープ・シュタイベルトはドイツのピアニスト、作曲家、ロシアのサンクトペテルブルクに没した。シュタイベルトはベルリンの生まれでヨハン・キルンベルガーについて音楽を学ぶが父にプロイセンの軍隊に入隊させられてしまう。彼は脱走し、放浪しながらピアニストとして活動するようになり、1790年にパリに落ち着く。 シュタイベルトは1793年にフェドー劇場で劇的なオペラロメオとジュリエットを発表しており、これは後にベルリオーズに劇賞された。この作品はシュタイベルトの作品中でも最も独自性の高い芸術的に成功した作品であるとみなされることが多い。シュタイベルトはパリと同様ロンドンでも多くの時間を過ごすようになり、そこで 彼のピアノ演奏は大きな注目を集めた。彼は1797年にはヨハン・ザー・ロモンのコンサートで演奏している。1798年に発表したピアノ競争曲第3番補聴調は、長大なトレモロを有する嵐のロンドが特徴であり非常に人気を博した。翌年にはドイツへの演奏旅行を開始し、ハンブルク、ドレスデン、 プラハとベルリンでの演奏を成功させた後、1800年5月にウィーン入りする。その地のフリーズ伯爵邸で、シュタイベルトはベートーベンに腕比べを申し込む。勝負の記録によれば、それはシュタイベルトにとって悲惨なものだったようである。ベートーベンはシュタイベルトの新曲の楽譜を逆さにして譜面立てに置き、そのチェロパートの主題を題材にした。 即興演奏で勝負を制したと伝えられる。屈辱を受けた主イベルトは即刻演奏旅行を中止した。パリへ戻った彼はハイドンのオラトリオ、天地創造の公演準備を行い、1800年12月24日にオペラハウスでこれを初演している。そこに至るまでに第一出生ナポレオンが辛くも爆撃を逃れる場面があった。 シュタイベルトはちょうど最も成功したピアノ・ソナタの一つを出版し、ナポレオンの妻のジョゼフィーヌに検定したところであった。イギリスでの二度目の滞在を終えた後、彼はパリへと戻る。シュタイベルトはナポレオンがアウステルリッツの戦いで勝利したことを記念して、3月の共演ラフェット・でマーズと題した音楽感想曲を作曲し、1806年2月4日に、 行われた初演には、ナポレオン自身も臨席した。1808年にはロシア帝国皇帝アレクサンドル一世の招きを受けて、サンクトペテルブルクに赴き、1811年に、ボイエルデューの後を継いで国立オペラの音楽監督となった。彼は以後、生涯をその地で過ごすことになる。1812年には、ロシアの国家に捧げるピアノ大幻想曲、 モスクワの破壊を作曲している。シュタイベルトは1814年にほぼ演奏活動を止めてしまったが、1820年3月16日にサンクトペテルブルクで行われた自作のピアノ競争曲第8番で再び舞台に登場した。これは修学賞に合唱を要することが特徴的な曲であるが、ベートーベンの公共曲第9番よりも4年も早く、また、 ベートーベンの合唱幻奏曲を除きそれまでに書かれた唯一の合唱付きピアノ競争曲であった。その後、エルツのピアノ競争曲第6番オーパス192やブゾーニのピアノ競争曲などの合唱付きのピアノ競争曲が作曲されている。主体ベルトは劇音楽に加えて主にピアノ曲に多くの作品を残した。彼の演奏は華麗であったが、 同時代のクラーマーやクレメンティに特徴的であったより高度な技術には欠けていたと言われる。しかし彼の演奏と作曲の際は彼がヨーロッパ中でキャリアを築けるほどのものであった。ニューグローブ世界音楽辞典によれば彼は存在、傲慢、失礼かつ絶え間ない浪費家であり不誠実でさえあった。そのように素行が悪いという判断は 今日まで伝わる彼の生活上の出来事からも裏付けられている。これらや同様に彼の性格に関する非難を見る場合には主体ベルトの本当の性格が作り変えられたものである可能性に注意をする必要がある。最盛期の主体ベルトは強い個性を持つ想像力に富んだ作曲家であった。彼のオペラサンドリオンサンドリオンとロメオとジュリエット 全てのピアノ競争曲、室内楽曲、ピアノソナタからの先週そして、ピアノ曲のいくつかは今日においても演奏され、楽しむに値するだけの音楽的価値を有している。舞台音楽還元楽曲室内楽曲ピアノの、技法メトーデでピアノフォルテカ曲役中役中、1789年設立、パリの劇場運営会社、1801年に、 工業主の事情により主要なライバルであった、オペライコールコミックザと合併した。出展ヘクター・ベルリオーズ、アーティクル・イン・ザ・ジャーナル・デ・ディバッツ、13セプテンバー1859、リース、バイグラファ・イッシュ・のティ・ツーバー、ルート・ビヒ・バン・ベートーベン、ジー・ミューラー、ダニエル・スタイベルト、ザイン・レーベン・ウント・ザイン・クル・フェーブ・ナーベカ、P41、ジー・ミューラー、オーパス、CIT、 P97 テオ・フライ・シュマンナポリアン・イラ・ミュージックブリュッセルブレイプルズ1965 P177 ハロルド・シー・シェーンベルクザ・グレート・ピアニッス P68 例えばシュタイベルトに頭壁があったことがノービンズのマモーリエルパリ1896-1897ボリューム I CH14 に記されているありがとうございます